皆様こんばんは。 MBD 案内所運営者のミミカモーフと申します。本日は最新ホラー映画皆に幸あれを紹介いたします。本動画はあらすじ、こんな方におすすめ、今作の特徴を3つと、最後にまとめとして今作の恐怖度レベルをご紹介いたします。では早速あらすじからどうぞ。当チャンネルはホラー映画付き VTuber が最新ホラー映画からマイナー映画に至るまでホラー映画の魅力を紹介するチャンネルとなっております。ホラー映画好きの方もそうでない方も少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録高評価何卒よろしくお願いいたします。祖父母が暮らす田舎へやってきた看護学生の孫は、祖父母との久々の再会を喜びながらも、祖父母や近隣住民の言動にどこか違和感を覚える。祖父母の家には何かがおり、やがて人間の存在自体を揺るがすような根源的な恐怖が彼女に選択を迫っていく。こんな方におすすめというのが一つ目ですね。最近の J ホラーに飽きた方。どういうことかと言いますと、例えばお化けが出てくる、呪いが出てくる、そういった分かりやすい J ホラーに飽きてしまった方、この映画はそういったホラー映画とはちょっと違う映画になってるんですね。この後ですね、どうしてこの映画が既存の J ホラーとは違うのかというのをお話ししていきますので、ぜひお聞きいただければ嬉しいなと思います。二つ目がですね、祖父母の家に帰りたくない方。例えばですね、じいちゃんおばあちゃん家に帰りたくない理由として、こうおじいちゃんおばあちゃん家はちょっと怖いんだよなとか、おじいちゃんおばあちゃんと時間が経ってやりとりがぎこちなくなってしまって居心地の悪さを感じるから、ちょっとおじいちゃんおばあちゃん家の家行きたくないななんていう方はですね、まあ、この映画を見るとちょっと面白い感覚になれるかもしれないので、ぜひそういった方にもおすすめしたいですね。で、3つ目がですね、 A24 系のホラーが好きな方。 A24 って何かっていうと、今まではですね、かなり尖ったホラー映画だったりとか、いろんな映画を制作配給してる会社さんなんですけど、まあ、特にホラー映画界隈の中では A24 の制作するまたは配給する映画はかなり最近のホラー映画界隈の流行りになってたりもしまして、ではこの映画がどうして A24 と関係があるのかみたいなところは、またこちらも後ほどお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いていただければ幸いです。皆様にとっての幸せとは一体何でしょうか。例えばいい仕事に就く、家族を持つ、もっと言えばお金持ちになるとか、有名になる、富名声みたいなものが分かりやすい幸せかなという部分もあるんですね。それだけではないかもしれませんが、ですがこういった幸せはどうしても何かを求めるのであれば、何かしらの代償を払わなければいけないものでして、それはある意味の世界の仕組みだと思うんですね。それと同時に、何かを得るということはどこかの誰かが自分の得たものは得られないという結果もあるんですよ。これがですね、まあ、当然の仕組みではあるんですけども、言ってしまえばどこか残酷な仕組みでもあるんですね。それを漠然と受け入れてる方や、あまり理解できていない方、そういう方にはこの映画かなり重たい、そして苦しい、かつおぞましい映画になってるかなと思いますので、この幸せの仕組みについて考えさせられるテーマの映画として、よかったら一度見ていただければいいかなと思います。今作での一番の恐怖はお化けでもおかしな住民でもなく、今作で描かれるとある幸せの仕組みの存在が一番のポイントになってるんですね。この根本は世界の仕組みと近い側面がありまして、誰かを犠牲にして幸せを享受する絶対的な世界の仕組みをこれでもかと醜悪に描いている映画となっています。この映画で描かれる犠牲の上で成り立つ幸せが幸せの根幹だと受け入れてる方には、この仕組みのあり方が最悪な気分になれる嫌な映画なんですね。ですが個人的には、実際の幸せとはこんな単純な犠牲の上で成り立っているものではないと思ってまして、誰かが得た幸せはその人が
努力し、何かを犠牲にしながらも頑張った上での成果だと思うんですね。そして不幸せであることは、誰かに何かを奪われたからだけではないというのも私は事実だと思っています。こういった側面がある上で、これ以外にも様々な側面が幸せにはあると思っておりまして、だからこそこの映画の醜悪なシステムは最悪な幸せを作り出すシステムで、こういった犠牲でしか幸せを得られないという醜悪な考え方を強調しておぞましく描くことで、本当の幸せのあり方や自分たちが得た現実の幸せを考えさせられる映画になっていると感じました。昨今のホラー映画はですね、 A24 制作のホラー映画、特にですねアリアスター監督の作り出した映画の影響をかなり受けてまして、幽霊や殺人鬼の怖さや分かりやすい脅かしではなくてですね、根底のところにある人の醜悪さや気分が悪くなるような人の醜さに焦点を置いた映画が流行ってるんですね。そんな中で邦画ホラーはこういった部分にかなり強いのですが、あまり取り入れられていなかったのも事実で、しかしですね、今作はそんな邦画ホラーに A24 風の要素を取り入れ、日常の中や会話に存在する気味の悪さを描いてるんですね。この点はホラーの流行りに敏感にアンテナを張って作られてるように感じまして、すごく面白いと思ったポイントになってます。しかし、まだ荒削りなところがあったりだとか、この流行の先駆者であるアリアスター監督にはやっぱり届かない、どうしてもやっと流行を取り入れた段階で、まだまだわざとらしい生理的嫌悪感を描こうという狙いが見えているのも事実で、それでも日本らしさを感じる今作はかなり邦画ホラー映画を一歩先のステージに進めたというところもあり、もっと研磨された今後映画が生み出されるのが楽しみになる一作でもありますね。総じて今作は今までの邦画ホラーとは違ったベクトルで、恐怖というよりも生理的嫌悪感や不快感を描いた映画となっていました。怖い要素としては老人の不気味さや世界の仕組みの醜悪さ、日本らしい田舎の距離感など、かなり気色悪い映画となっております。視聴前の注意としては、あまり本筋と関係なさそうな気持ち悪い描写があり、その点がですね、やはり魅力的にも見えると同時にどこか心が冷めてしまうところもありますので、特に老人のあまり見たくない部分を醜悪に見せつけてくるので、この点は注意が必要かなと思います。ということで、今作の恐怖度レベルは恐怖度レベル2、怖いというより気持ち悪い、気分が悪いといった側面が強い映画で、個人的には別に怖くはなかったかなと思いました。当たり前のことを気持ち悪く描いた映画といった印象が強く、ですが人によってはこれ以上ないほど見ていられない最悪な気分を味わえる映画でもあると思いますので、あくまで個人的な意見です。ということで、本日は皆に幸あれを紹介してまいりました。気になった方はぜひともご覧いただければ幸いです。また今作のコメントや嫌な田舎の思い出などコメントをお待ちしております。それでは本日はここまで。お付き合いいただき誠にありがとうございました。